ショータイム二等辺の友人屋です。いい隊長です。隊長でございます、はい、今日もこちら、カーシー博士のセルフヘルプ術、前回が、SP 型の上司としての気質というのをやったので、じゃあ違うタイプはどうなんだと、というところで、今日は SJ タイプですね。私 ESFJ、 SJ タイプ、伝統主義、神様で言うとエピメテウス、不安ですねもうどんなディスられ方をするのか。エピメテウス、はい、はい、SJ 型、上司としての気質、マネジメントスタイルですね。 SJ 型の上司は組織を安定させる人ですと。 SJ 型のリーダーは伝統主義者、安定をもたらす人、まとめ役などと形容されることが多いと。組織を主体として意識し、組織に属する人々の世話をし育てる、組織の方針や規則、スケジュール、手順、規律、序列を作ることに能力を発揮する、またコミュニケーションのネットワークを作成するのも得意である、辛抱強く物事は徹底して行い、落ち着きがあり信頼がおける、秩序正しい、方針や契約、標準的な作業手順を何よりも尊重する、そしてこの組織を安定させるっていうことにおいては SJ 型は信頼がおけますと。またこの SJ 型っていうのは安定させるプロセスを楽しむ、で自分がその役に立っているっていうことが嬉しいというか、役に立ってるんだって感じる。 SJ 型の下で働く人々はこのリーダーが指揮を取っている間は安心していられる、ビジネスにおける秩序も保たれる、でここでは組織に波風が立つことはない。なんでちょっと SP 型とは違うまたスタイルですね。まあ、どっちかというとこっちの方が社長っぽい気がしますね。要はバリバリと人を使って上手に組織、確かにあの半沢直樹の北大路、大社長はこんな感じでしたね。伝統を守りその価値を知っている人ですと。伝統主義的なリーダーはその輪にふさわしく組織の伝統をしっかり守る、そのことが従業員や顧客に快適さ、帰属感や永続感を与えることを心得ていると。でもしその組織に伝統がなければすぐにそれを作ろうとすると。伝統的なことは社会組織をまとめる機能があることを承知しているので、儀式的なイベントや慣例、作法などの基本を確立することに熱心だと。なんでこの SJ 型のリーダーは常に感情面に訴える要素があると。例えば退職者への金時計の授与式、新入社員の歓迎会とか、クリスマスパーティーとか。アメリカではそうなんですかね。そういうことをやるやるっていうことですかね。それも伝統じゃないですか。日本だとお歳暮とかそういうこと。ああ、なるほど。まあでもなんか退職の時にみたいなのある、はい、はいはい、ありますね。で、責任感にあふれ勤勉。 SJ 型のリーダーは社会責任について独特の感覚を持っている。自分の責任の所在を知り次第すぐに実行に移す、自分の義務を一生懸命に果たそうとする願望が強い。ところが勤勉さを尊重するあまり、自分の部下や同僚、上司にまでこの勤勉さを求めるところがあると。このタイプはよく働く人を尊敬する。パワハラの一員ですよね、うん、今の社会で言うと、うん、一員にもなる、うん、要は僕がやるからやりなよ、うん、っていうのは、うん、ある種のパワハラですよね。それがまああれですもんね、勤勉だから残業、はい、みんな残業してるでしょ、はい、っていう。だから僕ちょっと僕もその悪い面があるのは、まあ、会社的にはもう残業手当なんてない会社、ないところなので、するのが当たり前だと思ってるんです。だからなんかその面接とかで残業があるんですかみたいな話をすると、いやこの業界だからそれって残業って言うのみたいな、な感覚があるんですよね。手当て、手当てって何みたいな、ダメですね安定がマンネリ化を呼ぶ。どの組織においても安定することは大事だが、この安定化の時はマンネリ化してしまうよと。
このリーダーの管理スタイルはイギリスの経済学者パーキンソンの法則、すなわち手段が目的に先行してしまうという現象にとらわれることもあると。この法則はコンスタントに成果があろうが、あるいは逆に効果が落ちていようが、どんな組織でも、時間が経つにつれて作業の回数やコストが増えていく現象を指していると。要はルールが大事で、このルールっていうのはその効率のためだったはずなのに、今やこのルールを守ることが目的になってしまっていないかって話ですね。無駄な反抗とかですよね、きっと。本当それですね、うん、安定させたいっていう SJ 型の管理職は特にこの法則に弱いと。古い手順を維持するという目的のために新しい手順を増やしてしまう。で、手順のための手順っていうのがどんどん増えていく。もう気をつけましょうということですね。で、伝統的になりすぎて組織は官僚主義という名の拘束服にがんじがらめになって身動きが取れなくなっていく。で、昔からやってきたことの繰り返しているうちに何が起こったのかが気づかないまま発展性を失ってはいないか、まあ、これは注意点ですよと。で、この慣習的な作業手順を改め、マンネリ化を防ぐ態度が必要ですねと。このタイプのリーダーは変化に抵抗する傾向があるので、組織の方針や規律、マニュアルに対する熱意の中で自分がすべきことをしっかりモニタリングして、目標にちゃんと焦点を当ててマンネリ化しないようにしますよねと。なんで SP 型が自分が以外の人が立てたものに反抗するっていう注意点があったが、こちらの人たちはこのマンネリ化に注意しましょうねと。そのどちらが目的ですかっていう話ですね。例えば従業員も前年度にやったからっていう理由だけで意欲もなく同じことをだらだら、まあ、去年もやったからみたいなことをやってないかっていう話ですね。で、去年もやったからこの経費を、その経費は無駄じゃないですかっていうことが挙げられています。もちろん SJ 型に限ったことではないが、この官僚主義的な弊害は伝統主義者の弱点であると。したがってこの価値がないのに業務要領に書かれているからという理由で続けられたことはちょっとチェックした方がいいですねと。なんでこの SJ 型はこのポイントさえ、欠点にさえ注意すれば優れた方法で組織を守り育てていくことができるというふうに書いてあります。ただまあ注意点としては、 SJ 型は人に奉仕したり人から必要とされたり自分の責務を果たすことなどに対して強い願望がある。義務感や責任感が強く、お金は毎日自分で稼ぐものという堅実な信念を持っている。どういうわけか社会に対して借りがあるような気がしていて、この借りを返すために一生懸命に働かなければいけないと思っている。で、この自分の信念を人にも投影するので、最も価値のある人が賞賛に値すると考える。人は必ず自分の糧を稼がなければならない、つまり自分で自分の評価を得なければならないと思っている。故に最も頑張っている人が評価されるべきだと考えている。勝者だけが勲章をもらえる。そうでなければ無意識のうちに従業員は非生産的になってしまうだろうと考える。このリーダーにとってはふさわしくない人に名声を与えるのは道徳的に悪いことなので、勝者だけが大きな賞賛を与えられて他の競技者は何ももらえなくていいって考えているところがあるよと。まあ注意すべきところとして、で、良きリーダーであるためには他人の小さな業績にも気がついてあげましょうねと。その人が単に成し遂げたというだけでも、小さいことも成し遂げたっていうだけでも称賛してあげましょうと。そんなに大きなことをやった人っていうのは少ないので、どんなに能率の悪い部下の成し遂げた小さなことでも良い点を見つける努力をして評価をするべきだとあって、いや、僕もちょっとそれ反省点としてあるのは、上に立った時に評価するのは常に01の人を評価して、オペレーター的なのは誰でもできるでしょ
ていう評価しないっていう差をつけてませんかっていうことを今注意されているような、だからこの人たちもこの人たちでちゃんとやったことを褒めてあげましょうよっていうことを言ってるんだなと思いました。はい、まあ、僕は思ったのは、まあ、価値がある、はい、価値の量だと思うので、はい、思ったので、はい、コツコツやる中でも、はい、すっごい作業が早いとかだと評価したりするのかな。ああ、そう、あ、そう、それはあると思います。すっごい残業したりとか。それはあると思う。ああ、そうですね。うん。そうですね。他の人よりもすっごい残業してるとか。おっしゃる通り。そう。おっしゃる通りです。ゼロイチだけじゃなくて、そういったところも評価するけど、もちろん。ちゃんとやってる、まあ、普通にやってるところは評価しないみたいな。あ、そこを注意されてる。あ、そう。確かに。うん。でも、普通にやってるよね。ちゃんと普通にやってるよねっていう。ああ。他の人よりもすごいことしか評価しないみたいな。おっしゃる通り、おっしゃる通りです。はい。で、この SJ タイプのリーダーとしての長所は、常識のもと決断力を発揮する。SJ 型のリーダーは、組織に安定をもたらすのが得意。決断力があり、また決断する過程も楽しむ。組織の現在の在り方を重要視して、それを維持しようとする。また、組織の方針や名誉の内容を理解している。仕事を成し遂げるのに必要な時間を見極め、辛抱強く着実に仕事を続ける。事実については、めったに間違えることなく、緻密な仕事には素晴らしい才能を見せる。約束事を遂行する点では信頼がおける。行動を起こす前に、その行動がもたらす結果をよく考え、その決断に実際に効果があるのかを確かめようとする。常識を尊び、自分が秩序のある人間で相手もちゃんとしていることを望む。時間にもスケジュールにも正確、なんとなくわかる。で、物事が秩序だっていることを望む。 SJ 型は自分で立てた企画を実行する際に能力を発揮する。まあ、それはそうだよね、ちゃんと計画できてるんだから。で、物事が明確にされ解決され完成されていることを好み、人員や行うべきことが決められるまでは落ち着かない。一緒に働く人にとってこのリーダーがどういう問題に取り組んでいるのかは一目瞭然だ。これはもう本当に J のとこですね。判断、もう決めておきたいっていうところが出てますね。で、真面目で誰からも信頼される。この伝統的なリーダーは実用面を中心に考え、真面目で誰からも信頼される。組織が確実な事実に基づいて運営されることを望む。組織内の細々としたことを扱い記憶し処理して管理することができる。並外れて勤勉に働くので非常に頼りになるリーダーであると、はい、よく働き良い収入を得ることで充実した毎日を送ることができる。で、ルールを熟知してよく守り全員に同じように守るように期待するので、またこの上司も部下もこのタイプのことを信頼できる。ただ、まあ、リーダーとして考えられる欠点としては変化や新しいニーズに反応が鈍いとあります。 SJ 型のリーダーは複雑なために遅れが出るようなプロジェクトには我慢ができない。物事をすぐに決めてしまう傾向があり、取り入れるべき新しいことにも気がつかない時がある。組織の有効的な作業過程を維持することにおいては優れているが、あまり有効ではないルールもその成果を吟味することなく維持しがちである。組織の変化するニーズに反応が鈍いことがある。また、完全懲悪型であると。このリーダーは良い人か悪い人かで決めつける傾向があり、悪い人は罰せられるべきと考える。その他者との間に緊張感を作ったり人を非難したり中傷したりすることがあると。過労時などには特に人の悪い面に反応しがち。だからこの人たちは意識的に努力をしないとそれは良くない行為という観点から、良くない行為をする人イコールこの人は悪い人だという短絡的な結論に走ってしまうことがあるよと。またこの人たちは心配しすぎて失敗するとあります。大事件が起こるかもしれない
人を心配しすぎてプレッシャーを感じる。しかしダメになる可能性のあるものはダメになるというマーフィーの法則を生み出しているのは実は自分自身だよと。物事が悪くなるのではないかと大げさに考えすぎて起こるはずもない危機を心配してエネルギーを使いすぎてしまう。またこの人たちは一生懸命に働くことによってのみ人は使い物になると考える。それで自分自身にプレッシャーを与え競争心を働かせて完璧な組織を目指してエネルギーを使う。でそれが失敗を招く原因になるとあります。同僚に対してもルールを守ってほしい。で、まあ、注意点としてはそのコメントを本人にそっと伝えればいいんですけどもルールが大事っていうのがあるのでそれを人前で非難したり不必要なぐらい批判的できつい言葉を使うことがある。要はこの人たちはルールを守ってないことは悪って信じているのでそれを周知するべきだ。多分他の人にも、はい、言わなければ、はい、っていうところは注意しましょうねと。でまたこの人たちは良い点は明白だからあえてコメントする必要がないと思って褒めないけどもそれは褒めた方がいいですよっていうことですね。人前でけなすんなら褒めることもやってあげましょうよと。けなすんだったら褒めますわけですよねっていうことですね。だからけなすばっかりけなすことしかしないってことですよ、はい、それは注意点ですよっていう、うん、でこの人たちは分かると思うのは褒められたり褒めたりするのが苦手。この人たちはよほどの限り褒めることをせず自分も他人から褒められることが苦手なので無意識に評価に対しては拒絶な態度を見せてしまうと。なので他人に対しては言葉や態度で褒めるよりも表彰やトロフィー望んでいた地位への昇進称号などのシンボルを与える方が気楽なんで、まあ、多分ルールにした方がやりやすいということですかね。よく頑張ったっていうのは苦手だけど、はい、こうあもう昇進決まったからみたいなのだとやりやすいって、うんあまあ、ルールを作っちゃいましょうってことですかね、うん、でこの人たちのチームへの貢献度としては効果的でスムーズな管理体制を作ることができる SJ 型のリーダーは人を一番に尊重する NF 型のリーダーと組めば NF 型のリーダーと組めばうまく補い合う関係になるだろうと。 SJ 型は企画を実行に移し運営することに優れている。上にも下にも情報をうまく伝えることができるのでチームのメンバーもよく情報を得ることができる。 SJ 型のマネージャーがいない組織では小さいが重要な問題が見落とされる可能性がある。設備の運用も低下し物資や人員の業務手順の管理もおろそかになるだろう。長期的な決定もその能力のない人材によって決められるかもしれない。管理側が気がつかないうちに時間や物品の無駄遣いも起こりやすいと。このように伝統主義的なリーダーがいない組織では組織の方針や規則の基盤が持たれず、常に変化し続けるだけの落ち着きのない組織になるだろうと、なんていうふうに書かれています。なんか自分がこの SJ だっていう自覚があるのでとても身にしみるところでございましたと、はい、教えていただきありがとうございました。何ですか。要は人を褒めましょうとか、褒めましょう認める、はいはいはい、普通のことを頑張るっていうことを認めましょうよっていうところは身にしみました。はいはい、気をつけるポイントでございますねと、はいはい、あとはそのマーフィーの法則、うん、失敗することは失敗する、うん、いやいやそれは勝手にあなたが失敗させてるだけだよっていうことですね、うん、糧として、はいはい、次は NT 型の上司をやりたいと思います、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。